こんにちは。社会保険労務士の牧です。いよいよですね、今、失業がですね、非常に増えてきています。で、大失業時代にいよいよ到来してきてるし、今まで、どうですかね、安泰だった大企業もですね、かなり深刻な経営のダメージを受けてるんではないかなと思いまして、今日ですね、そのことをですね、あらかじめ皆さん知っといた方がいいと思ったので、僕、今日動画を撮ることにしました。で、非常にですね、厳しい内容が含まれていますので、 まあご覧になりたくない方は途中で止めていただいても結構です。まずですね、最初に、今現在、コロナショックによる経営のですね、悪化の状況っていうのは極めて深刻な状況に、大企業、中堅企業、そしてですね、こうブランド力のある老舗企業に訪れているんですね。そのことについて今日はちょっと解説をして、その後そのですね、老舗企業とか上場企業が がが悪化化しですね表面化した場合さらにですね日本経済は厳しい局面になっていくっていうことが予想されるってお話をさせていただきますでその後ですね失業の状況はねどんな風になってるかってことをお話しした上で最後にこれからですねどうすべきかってことについて経営者向けの方の話とそれから労働者向けにですね最後アドバイスをさせていただければなと思っています ではですね、早速いきますね。で、今、新型コロナウイルスの関係で、経営の状態が非常に厳しくなってるんです。で、これは、上場企業ですね、あの、4月の段階で、来年2021年の決算のですね、数字が分からない。業績予測が立たないって会社がね、本当に多かったんですね。で、それが、まあ、8月の段階で3割ぐらいの会社にす減って、 で、その中でどんどんょあの過方修正がこう表面化されてきたわけです。まあ、非常にですね、来年、2021年3月末に向けての数字は悪化すると予想されます。だって、決算見通しが立たない会社がまだ3割ぐらいあった、あるわけですからね。非常に深刻な状況なんです。シビアです。で、で僕がちょっと考えていた、新型コロナウイルスの経営に対するダメージっていうのは、 人物金っていう経済の重要要素の人がですね、人の移動に制限が加わることによって、経営にダメージを与える。要するに、人が移動できないから、人物金がね、移動できない。そういうことで非常に、まあ、経営にダメージを与えるのではないかなと思っていたのですが、正直ですね、甘かったです。実はもっとね、深刻なダメージを与えていたっていうことなんですね。それはどういうことかっていうと、僕たちは、 人間っていうのは人がね、集まると楽しくワイワイして陽気になっていくんだけど、そうすると物も買うし、景気が良くなっていく。人が集まることによって。その人が集まるってことに関して、この新型コロナウイルスはダメよと。3密を避けるってことで。とすると自然にですね、こう、人が集まって、こう、熱気がね、集まって買いたくなる。陽気になってっていうことがなくなってくるってことなんですね。で、2番目に、 僕たちって人が集まって、例えば野球場に行くとみんなユニフォームを着てる。サッカーでもそうですよね。コンサートでもそうです。そういった周りがね、ユニフォームを着てたり、みんなグッズを持ってるって言ったらグッズ買いたくなるわけですよ。ところが人が集まらなくなると、そういう同調して生まれる消費っていうのもなくなってきます。3番目にですね、人が集まったりお出かけするといいものを着てちょっと見せびらかしたいとか、 人に見てもらいたいとかね。そういう気持ちが働いて、いいもの、高級品っていうのは売れてくるんですけれども、人、お出かけの数が激減するとどうですかいい洋服着ても意味ないですよね。宝石つけても見る人がいない。いい車乗っても、かっこいいって振り向いてくれる人がいなかったら、いいもの買わなくなってきますよね。高級品。だから、高級品の一部がすごく売れなくなってきてるっていうことが起こってるわけです。 ですから、新型コロナウイルスの関係の経営の悪化っていうのは結構ね、深刻なんです。さらにもう一つはやっぱり3密を避けるために実際リアルの店舗なんかで起こってるのはこう一部屋ね、一席開けてとかそういうことがまだ起こっています。で、だいぶね、最近はこう、キュッとこう集まってきたりアクリル板の仕切りをつけるようになってはきてますけどもそれでもやっぱり客席を埋めることはできない。入場制限を入れる。 っていうことが、避けて通れない形になってきてます。それだけでですね、売り上げがえ、席がね、10席あるうちの8席しか使えないって言ったら2割下がるわけですよ。それと、高級品とかね、がですね、売れなくなっちゃうと劇的な経営の悪化をするんですね。皆さん、想像してみてください。会社の社長さんだったら分かると思うんですけど、会社の利益、儲けて、こう儲かってる商品、ちょっと高い高級品とかで、例えば3割ね、 あれば、その3割で7割ぐらいの利益を叩き出してるんですよ。高く売れるもの、値段がちょっと高いものってのは利益のね、幅が大きいんですよ。その一番儲かる商品の売り上げが悪くなったらどうですか全然売れないってわけじゃないけど、一番儲かっている高単価の商品が売れなくなると、経営の数字って相当悪くなりますよね。そういう現象が起こってるっていうことなんですね。 としたらですね、それって、決算にどれぐらい悪影響を及ぼすかっていうと、劇的に悪影響を及ぼすんですよ。数も出ない。さらに単価の高いものが出ない。そういうような状況が続いていったとしたら、やっぱり決算書の内容ってすごく悪化しますよね。それがですね、今、当初の予定より長期化してる。 ですね。やっぱり元々スペインカスと同じように2波、3波って来るんじゃないかっていうふうに予想されてたのがそのまま現実に今起きているわけです。例えばヨーロッパでもスペイン、フランス感染者増えてきますね。で、アメリカの感染者も相当多いわけです。で、アメリカではですね、死者っていうか死因のですね、 今年一番のシーンは新型コロナウイルスなんですね。シーンのトップ自体が新型コロナウイルスになるということなので、日本と違って、世界の状況ってかなり厳しいんです。今回はアジアは比較的ですね、いいですけど、平穏ですけど、ヨーロッパ、インド、アフリカ、南アフリカ、非常にひどい状況になってますよね。ということは、日本は輸出できないし、人の移動も制限されちゃうわけです。 しかも人が集まることが制限されるんで世界中で今みたいに人が集まらないことによって同調する消費とか虚栄心がね働く高額商品とか売れなくなってるっていうことが続いてくるわけですのでということはどういうことかっていうと生活必需品中心に本当に必要なものしか買わない経営もつにお財布の紐をぎゅっと締まるそんな状況がこれから1年2年って続いていくことが予想されるわけです そうすると、高級品を売っていたもの、一流の品ものを売っていたもの、ブランド力のあるものを売っていた上場企業とかね、中堅企業とか、名の通った中堅企業とか、老舗と言われるようなえところのですね、高級品、一流品、ブランド品が売れなくなってくるってことです。前に比べて。それは非常にですね、利益を占めてるわけです。で、そういう消費の構造が変わってきたとしたら、ただ今、実際にですね、 あの、スイスの時計とか売れなくなってきてるんですね。スイスの時計よりアップルウォッチが売れてるわけですよ。高級品の。スイスの時計より。そういった消費の変化が起こってきて、それが1年2年経ってくると、実はそういう上場企業含めての一流企業とか、中堅企業とかはですね、日本経済とか世界の経済を支えてるわけですよ。なんせ、だって高いもの売る方が儲かるから、納税もしてるし、関連企業も多いし、経済の関係がすごい強いわけです。巨大な、 日本の例えば自動車産業なんかも巨大なね、ピラミッドを作っているわけですよ。経済に対する影響が大きいですね、そのが。そういったところがですね、厳しくなってくるってことが予測されるとしたら、これから先、失業者は増えるのではないでしょうか。で、現実に、そういったですね、上場企業の決算がね、悪いってことが表面化してきたら、同時に希望退職を取らざるを得ないわけです、企業は。 だって株主に申し訳ないから。株主から文句言われたくないから、そういうふうに、やっぱり、リストラとか希望退職を取らざるを得ないってことになってきます。どれぐらいの数のリストラをするかとか、どれぐらいの数の希望退職を取るかってことはわかりませんが、やっぱりそういったことが加速していくことが予想されます。はい。で、現実に今の、えー、日本の状況、えー、10月の段階で見る。 とですね、例えば、働く人の数、就業者数は、8月か8月の数字で、6676万人。6676万人なので、前年に比べて75万人も減ってるんです。75万人働くなくなってるんですね。さらに、雇用者、雇われてる人自体は、5946万人なんですね。で、ここは79万人も減ってるわけです。 ですから、雇用者が減って、一部は開業する、あの、フリーランサーとか自営業になっているので、79万人減ってる、雇用者は、雇われてる人は、働いてる実際の就業者は75万人減ってるってことで、一部ね、フリーランサーとか自営に移られた方もいるということなんですけど、かなりね、減ってるわけです。じゃあ、失業者はどれぐらいかっていうと、206万人いるんですね。完全失業者。完全失業者って、なかなか大変なんです。 職場に行って、働く意志も能力もあるけど働けないってことを証明していかないと完全失業者になれないので、日本の完全失業者って何が大変なんですよ。その完全な失業者も前年に比べて49万人も増えてるわけです。はい。で、コロナとか、そんな関係の解雇がですね、6万人増えてるってことなので、現実に数字も悪化してきてます。かなり。はい。で、さらに、 これから上場企業の希望退職とかリストラが結構目白押しに待ってるわけですね。すでに9月の段階で1万人を超えてるわけですね。でこれは昨年の数字をも超えたわけですで。大きいところではレオパレスとかファミリーマートとかね、農立、まあ、機械メーカーですね。こういったところがですね、もう希望退職取ってますし、同時にアパレル、生意の関係、ファッションの関係なんかも厳しいし、 また銀行なんかのリストラなんかも出ています。航空会社もそうです。アナとか。年収のカットとか。それから公務員も賞与が減らされています。だからこれはリストラではないですか、直接の。そういう形で非常にですね、この厳しい状況が続いていて、さらにこれから12月の賞与もすごく減っていくっていうことが予想されてきています。はい。ここまで話を聞いていかがでしょうかこれはでも、 今までの経営の状態からスタートしている話なので、これから経営の状態が悪化したり、このコロナ、新型コロナの関係で、まあ、休業者もね、非常に増えてるわけです。597万人休業してたわけですね。非常に大きな数。日本で働く人の約1割が休業状態にあったわけですので、そうするとお金をもらえる給料が減ってるとか、 これからあの夏の商用も下がって、冬の商用も下がるとなると、やっぱりあの消費の紐、お財布はぐっと縛っていくわけですね。結果、日本全体でお金が回っていかない、お金が使われないってことになると、さらに景気が悪化する、デフレになっていくってことが予想されていきます。はい。そんなことが予想されてるわけですね、現に。一方で、あの大企業中心に、 副業とかですね、兼業の規定が非常に緩やかになってきた。銀行でもですね、週3日勤務とか週4日勤務ができる。副業してていいよって話なので、結局手のいいですね、賃金カットになるわけです。そういった副業しててもいいよ。兼業しててもいいよ。正社員でも。あらなんかもそうですね。正社員だけど他の会社に雇われてもいいよっていう制度ができました。ということは、その副業でなんとかしよう生活を。 兼業で生活をなんとかしろ。会社としてはそこまで面倒見きれないよっていう流れがあって、実は2020年の9月に副業と兼業のガイドラインがね変わって、非常に緩やかにだんだんなってきてます。はい。本当に厳しい状況ですよね。いろんなことを先手先手で打って、法律改正もして、その厳しい状況の中、売り上げがね下がる分、みんな兼業副業で稼いでねっていう流れが、 こう、加速してきてるわけですよ。しかも、トヨタ自動車なんかもジョブ型雇用っていう形で、給料の払い方、人事制度からもね、根本的に変わってきてるので、その影響がだんだん広がってくって形になると、来年にかけてさらに厳しいですね、状況がもう目の前に広がってくるってことが予想されるわけですね。かなり厳しい状況が来るってことです。としたらですよ、これから先、僕たちは、 どういうふうにね、経営をしていったらいいかってことになるわけですね。ね、僕は、中小企業の社長さんたちにお伝えしておきたいことは、大企業の決算内容が悪化するってことになると、非常にコストダウン要求が来たり、それから取引の停止が来たり、今以上にですね、厳しいですね、交渉が来ることが予想されますので、少しですね、固定費を下げたり、経費を下げることをですね、 さらに一段と努力しとかなきゃいけないし、こういう中で、一歩廃業してる方もいらっしゃるわけですよ。もう、廃業者の数が非常に増えていて、今年6万社ぐらいですね、廃業とかするってふうに言われてるので、6万社とも7万社とも言われてるので、そこのね、廃業したところの市場を取っていく、仕事をね、いただいていくってこともすごく大切になってくると思います。 それから、廃業予定、倒産予定のところの仕事もあらかじめ取っていくってことでえ、強く生き残っていく準備が必要だと思います。で、そういうことをしながら、コストもちょっと下げながら、新しくね、出る商品なんかもね、取ってきながら、経営をしていかないと厳しい状況になるのではないかなと思っています。で、そういう中で、人手不足の会社さんが、急にですね、採用を始めると結構ハマるケースが多いんですね。それは、 考えてみてもらうとわかるんですけど、この不景気の時に、でも同時に人手不足なんです。人口減ってるから。そういう時に労働市場に出る経験者は本当に優秀な経験者かってことですね。で、能力をちゃんと見極めないとか、その人の人物を見,見極まらないと、モンスター社員とか、本当に使えない人を採用しちゃって、かえってコストアップしてとか、やめてもらわなきゃいけないとかね。 再教育にすごい時間がかかるとか、そういった意味でかなりのコストアップをしちゃっている会社さんも出てきていますので、本当にですね、慎重な採用と教育できるかどうかの見極めが必要ですね。ちょっとそこら辺もかなり慎重にやらなきゃいけないのかなと僕は思っています。もちろんね、優秀な人も出てきているので、その優秀な人は採用していった方がいいし、やっていった方がいいんですけど、ということで、まあ、ロームトラブルにですね、見、見舞われるリスクってすごく多いんですよ。 だって、会社が厳しい状況になって、そういうふうに厳しいことをお願いすれば、労働者も当然の権利として、いろんなことを主張されるわけですね。残業代が払われてなかったとか、様々ですね。いろんな問題が、もしあれば、社長さんの会社にあれば、そういうトラブルになところをね、ちゃんと言ってくるし、もちろん、その皆さんの会社が、非常に経営が厳しい状況になって、 生理介護とかリストラとかやるっていうことになると、いい加減にやったらね、すごいトラブルに巻き込まれるわけですよ。はい。だってもう生活が厳しい方がやっていくわけですし、弁護士さんなんかのそういう労働者側のですね、ビジネスモデルも確立しているので、非常な確率で訴えられたりするので、やっぱりそういうことを未然に防止しながら、ちゃんとやっていくってことが大切なので、ここはね、えちゃんと就業規則を見直したり、労務管理の基本を見直したり、ストことをすごくお勧めします。 それから、厳しいことをお願いしなきゃいけないかもしれないので、来年にかけて。だから、そうならないことを祈ってますけど、すごい大切なことは、従業員との人間関係とか、信頼関係をちゃんとね、作っていくってことです。一緒にこの危機を乗り越えようっていうパートナーシップをきちっと育てることが大切なので、ちゃんとですね、厳しい状況である、 これから厳しい状況もある。で、会社も未然を切ってる。例えば社長さんの役員報酬を下げてるんだったら、下げてるっていうこともね、お伝えしながら関係性を良くしていくってことがめちゃめちゃ重要になるんで、ぜひやってみてください。厳しいお願いするときは、ちゃんと関係性を作ってからじゃないとトラブルになってしまうので。それから次、この動画をもしね、労働者の方が見てらっしゃる、従業員の方が見てらっしゃるとしたら、お伝えしたいことがあります。 それはやっぱり希望退職とか、リストラとかね、会うと非常にですね、次の就職が厳しいと思います。今。はい、正直。だってもっともっと悪化していくから。で、僕は皆さんが希望退職とか、そういったことにできるだけね、会わないで真面目に働いて、その会社に貢献してくれるってことがすごく大切と思うんですね。はい。やっぱり、 全員が全員、あの、やめてって話になるわけじゃないわけですよ。やっぱり、やめてくださいっていう人は、ちゃんとあの、整理解雇の4要件っていうのになると、やめてもらう人のね、選定基準が適切かどうかっていうことが実は基準になってるので、会社側も慎重にですね、その、誰に希望退職に応募してもらいたいかとか、それから、最終的に希望退職が少ない場合の整理解雇をするとき、どういうね、基準でやったらいいかってことを綿密に打ち合わせてやってます。 かなり綿密に打ち合わせやってます。ですから、そういったところに該当しないためにはどうしていったらいいかってことを常に考えて働き方を変えていかないといつでもですね、今年だけじゃないですよ。しばらく続きますので、そういうリスクがあるので、今からでもね、働き方をですね、真剣に考えてやっていった方がいいのかなと思います。同時に、副業とか兼業が認められる大企業では、そういうチャンスもね、 活かしてやっていくっていうこともありかもしれません。ただ、中小企業の場合は、人手不足も多いので、兼業とか副業を認めてる会社は少ないです。はい。ですから、そこら辺は会社のルールに従ってやっていった方がいいと思います。法律論では、兼業、副業は中小企業でもね、認められるケースが、法律論裁判すれば勝てる確率は高いです。はい。 ただ、裁判をして勝てる確率が高いからといって、それを強引に主張して、自分のね、見られ方がどうなのかってことは考えとかないと、非常に後から辛い立場になるので、そこは正直慎重に対応されることをお勧めいたします。あの、いろんな動画でね、副業しましょうとかっておっしゃってるんですけど、本当にそういうことをして、会社側にね、分かっちゃったりすると、非常にマイナスになります。はい。しかもあの、 だんだんですね、副業とかやっていくと、具体的にですね、昼間の時間でも、ちょっとやって、やりたくなっちゃうんですよ、仕事中でも。はい。どうしても。問い合わせが来たとかって気になると。それをね、もし仕事中とかでやっちゃうのがバレると、これも本当に懲戒解雇とか、会う可能性ありますから、はい。あの、パソコンの履歴とか残っちゃうじゃないですか。はい。だからね、分かっちゃうんですよ。 結構それでトラブルになるケース増えてるので、そういうね、安易なことをすると、本当に、あの、やめてもらうはやめちゃわなきゃいけないような状況に追い込まれてしまうので、僕は本当に極めて慎重に、えー、適切に会社ときちっと相談しながらやっていった方がいいと思いますね。でそれから、労働者の方は、えっ、ー、と、次に、やっぱり、万が一リストラに会うとか、希望退職とか、 そういったことをに合っちゃったっていう方もいらっしゃる。合っちゃうことを想定しても用意しとかなきゃいけないんで、ぶっちゃけ自分のですね、生活費とかもですね、ちゃんと見直さなきゃいけないなと思っています。で、僕は生活費の固定費をですね、見直すときに、大きなのはね、支出の大きなとこからちゃんとカットするっていうことなんですね。もう一回言いますね。支出の大きなところからカットするっていうのはコツです。はい。ですから、例えば生命保険とか、 にですね、無駄にですね、あの、かけてらっしゃる方非常に多いので、僕はあの、もともと保険屋さんだったんですね。あの、政府の代理店もやってるし、損保の代理店もやってました。で、保険の無駄なかけ方とかね、されてる方すごく多いので、そこでコストウンカットをするってことも大切ですし、一方でね、携帯電話のプランとか、そういうですね、まあ、固定費に見るところをですね、無駄にされてる方も非常に多いので、 ちゃんとそういったところを削っていくことと、それから、まあこれは僕の本業と直接関係ないんですけど、やっぱり資産運用を少しでもしていくってことも大切です。これはやっぱりちゃんと勉強してやっていくことが大切なんですけど、一方で、資産運用の中には節税目的で長期間ですね、預けっぱなしにしなきゃいけない資産運用もあるわけですね。はい。そのかわし、税金が安いと。ただ、 そういったね、資産運用は老後の資金には適してますけど、これからリストラに合うとか、希望退職に合うとか、失業する可能性が高くなった時に、本当にそういうような節税タイプの資産運用をして大丈夫でしょうかっていうのは僕はね、常にちょっと思ってるんですね。だから僕は基本的に節税タイプの資産運用はあまりお勧めしていません。だって、相当、 これからやっぱり厳しい時代が来るってなったら、その資産を取り崩して一時期生活をしのがなきゃいけないことが、リストラとか希望退職に合うと,合うと予想されるからです。ですからそういったところが換金できる、下ろせるっていうものに投資し,しといた方が僕は堅いと思うんですけど、まあ投資は自己責任でお願いいたします。あの、しっかりですね、勉強して運用しとかないとかなり厳しいです。それからですね、次に、やっぱり保険の知識、労働者としての権利、 ここら辺はね、ちゃんと勉強されてた方がいいと思います。僕なんかは希望退職を取るとか、整理解雇をするってお手伝いをさせていただ,い,ただいている会社側の人間なんですけど、もともとはあの労働組合出身なので、若い26、六歳とか27歳の時に、会社側のリストラを受けたり、会社側の賃下げ相談の交渉の前面に立ったことがあります。僕自身は労働組合の先住出身なので、今は完全に会社側ですけど、で、 ですから、そういったことの経験から言うと、お大企業はちゃんとやってますけど、中小企業で乱暴なところはちゃんと社労士さんが入ってなかったり、え社労士さんの言うことを聞かないでですね、強引にリストラをするケースなんかもですね、見受けられます。うちの顧問先ではないですけど、そういったところがあるので、そういったところではちゃんとね、権利を主張はしといた方がいいと思います。で、やっぱり整理解雇とか希望退職の段取りとか、 守らなきゃいけない要件が法律で決められていて、それをね、守って整理解雇とか希望退職を取っていった方が、V 字回復するんですね、ちゃんと。はい。ちゃんと V 字回復しやすいんですよ。で、そういうことをね、僕はちゃんと守ってますけど、守ってない会社さんも結構ありますで。そういうところはやっぱり法律の権利を主張した方がいいと思うので、一定勉強されることをお勧めします。はい。ただ、うちの事務所に電話をかけて聞いてこないでくださいね。うちはあの、 個人からのご質問はお答えしていません。はい。だって、僕は、あの、社長さんたちの見方が基本なので、労働者の方からの相談はお受けしておりません。申し訳ないですけど。はい。で、そんな感じのことを、やっぱりちゃんと勉強されておいた方がですね、あのいいです。ということで、学ばなきゃいけないことを、ちょっと最後にお話しさせていただきました。えー、ちょっと長い動画になってしまいましたけれども、本当にこれから厳しい時代が予想されます。 これ真面目に僕はそう思ってます。外れたらね、良かったなと思いますけど。で、そういった時に、えー、それぞれの一番ね、最善の選択肢を取っていただければなと思っています。で、最後にですね、ロームは、えー、こういうような時代でも、社長様の会社を守って、より良いね、取り組みができるように。僕はピンチの時にチャンスだと思ってるんです。 ピンチの時にいろんなチャンスが起こると僕思ってるんです。それはどういうことかっていうと、ピンチの時にほど会社は変われるんですよ。はい。去年も本当に僕、何社もお手伝いをさせていただきました。毎月ね、1000万以上の赤字を出してる会社が、プラスの大きな決算を出したり、っていうようなコンサルなんかもさせていただいてます。希望退職の手伝いもさせていただいてますし、 人手不足の関係で賃金をアップするってお手伝いもさせていただいてます。何が言いたいかっていうと、やっぱりね、こう厳しい時代になるほど誰に相談するか、誰に仕事を頼むかってすごく大切だと僕は思ってるんですね。はい。それはやっぱり、労務管理とか人事労務って人に関することで一番重要なんですよ。で、そういうノウハウって、ある人とない人では全然違うわけです。やったことがあるかどうかとか、 どういう思いでやるかとか、どういうことを対戦するかってことの、やっぱり相談できる相手っていうのは慎重に選ばれた方が僕はいいと思います。はい。で僕はそういった点で、リーマンショックの時もそうだし、今厳しい経営状態の時も、たくさんの会社、1100社を超える取引先を持ってる社労使法人なので、もしね、そういったことの心配があるでしたら、 えっと、うちは顧問先前提なので、あの、スポットでのご、ご相談は一切お受けしていないので、うちは、本体としては。そういったことがあれば、お問い合わせをいただければなと思っています。ホームページとかもね、最至近リニューアルしたので、もしよかったらご覧になってみてください。本当にですね、人事ロームに関するパートナーはどこを頼むかってめちゃめちゃ重要なので、 慎重なね、判断をされることをお勧めいたします。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録とか、高評価、いいねを押していただいたり、コメントを書いていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。